龍ヶ崎市立中央図書館は茨城県龍ヶ崎市にある公立図書館。龍ヶ崎市では本館以外に12カ所の公民館図書室を設置しているほか、市内にある公立小中学校全19校に専任人の師匠を配置するなど市民の読書活動に力を入れている。図書館は鉄筋コンクリート地上2階建てである。 延べ床面積は1643平方メートル。小学校6年生から旧生龍ヶ崎中学校、卒業まで現在の龍ヶ崎市で過ごしたドキュメンタリー映像作家、牛山淳一ゆかりの品を展示するコーナー。牛山の生前の希望により、1998年に日本映像記録センターから作品600本の寄贈を受け、開設された。 1974年、龍ヶ崎市立龍ヶ崎小学校 PTA の有志が、バスを使った、母親緑文庫、開設、翌1975年に、龍ヶ崎読書会が発足した。同会は1977年に、龍ヶ崎市読書会連合会に会唱、龍ヶ崎市内12団体の連合体として、読書研修会などを開催してきた。連合会は、 図書館の建設運動を展開し、当時の市長が公約に掲げたことで、図書館の設置が決まった。1985年4月より、開館準備が進められ、翌1986年7月1日に開館した。2006年5月からは、ブックスタート事業として館内に、お話の部屋を設置、絵本や子育て本を配下したほか、読み聞かせ、ボランティアが、 定期的にお話会を開いている。ありがとうございます。